対象年齢10歳以上のエアソフトガンは、東京都や神奈川県等の青少年保護育成条例に合わせた威力を持ち、10歳以上18歳未満の児童にも使用できるようにしたエアソフトガンである。タイプとしては、大きく分けて18歳以上用のモデルの威力を落としたものと、10歳以上用モデルとして1から設計したものの2種類があり、前者は、 子供も使えるエアソフトガン公社は、大人も使える子供用エアソフトガンといった位置づけと言える。各社やコッキングガンの10歳以上用モデルや、KSC、U-18 シリーズ、東京丸い、R シリーズが、全社、東京丸い、ミニ電動ガン、電動ブローバック、電動ブローバックフルオート、電動ガンボイスなどが公社にあたる。 対象年齢10歳以上用のエアソフトガン条例に合わせた威力低価格化やコッキングガン、電動ガンメインのラインナップ児童の体格に合わせたサイズの見直し安全装置の新設庫の他にも説明書内の文章にひらがなが多かったり表現が平易なものになっていたりといった本体以外のところに児童が扱うことを考えられた工夫がなされ十歳以上用モデルというのはあくまでも 児童が持つことを考慮されたものとなっているのが普通である。2007年4月に KSC が発売した U-18 シリーズや2009年4月10日に東京マルイが発売した R シリーズは前述した最低限の条件である1以外を満たしていない。全機種が10歳以上用としては異例中の異例であるブローバックガスガンであり、 U-18 シリーズに至っては、定価2万円の機種も存在しており、10歳以上用モデルとしては、超高級品とも言えるシリーズである。このシリーズの売れ行きいかがでは、1以外の要件は、過去のものとなるであろう。これらはすべてリキッドチャージ式であるが、R シリーズでは14歳以上推奨という自主的な基準を設けた上で、生ガスから手を防護する。 ガス注入ガードを付属させて対応を行っている。なお、これら以前にも対象年齢10歳以上用のガスガンは販売されていたことがあったが、いずれも固定スライドガスガンであり、ガスは小さな缶入りのものが付属していた。ありがとうございます。